昨日、十勝の広尾町の住宅で死亡しているのが見つかった2人はこの家に住む70代の夫婦と分かりました死亡したのは広尾町西二条2丁目の吉田敏弘さん73歳と妻の奈美子さん75歳です警察によりますと昨日、夫婦が住む住宅に親族が安否確認で訪れたところチェーンロックがかかって玄関を開けられず通報しました その後、住宅2階の寝室で吉田さん夫婦が死亡しているのが見つかりました。2人の着衣には結婚がつき、近くに刃物が落ちていました。奥さんが入院したなんかしていたからね。旦那さんも大変だったんでないのかな。住宅の窓にはすべて鍵がかかっていて、警察は死因の特定などを進めるとともに、事件と自殺の両面で捜査しています。